AL メールは有限会社クレアルが開発する Windows 上で動く電子メールクライアント。直感的なユーザーインターフェースと強力なメール管理機能、軽快な動作などを特徴としている。最初は中村正が Windows 3.1、NT 3.51向けの16ビット版としてフリーウェアで開発された。その後、周囲からの勧めでバージョン1.00からは シェアウェアとしてリリースされた。1997年12月19日、有限会社クレアルを設立し、以降はクレアルが開発、サポートを行うようにした。マスコットキャラクターはメイル君。漫画家の千葉智美がデザインした。バージョン1.13以降のサポート OS は、Windows 9 5 9 8八、メ、Windows n t o 4.0-2000XP である。 Windows Vista や Windows 7、Windows 8、8.1、Windows 10は公式にはサポートしていない。バージョン 1.13a、1.13bit は Windows Vista や Windows 7環境でも互換モードを使用することでインストールでき、起動もできるが添付ファイルの保存ダイアログでファイル名が表示されないなど十分な動作はしない。バージョン 1.13d は、Windows、7で インストールできるように修正されている。しかし、Windows 10では動作しないため互換モードで実行する必要がある。ヘルプファイルは w i n h ル l p 形式で提供されているため、Windows Vista 以降の OS では、標準機能では表示することができない。3 2ビット版をリリースした際、以下の機能が追加された。1996年頃、AL メールバージョン1 0 0リリース。 シェアウェアとなる。1997年12月19日、a l メール三3 2として3 2ビット版の正式版がリリースされた。1999年10月15日、1 6ビット版としては最後のバージョン1.34をリリースした。2002年6月22日、a l メール三3 2バージョン1.13をリリース。昨日追加はこれ以降行われていない。 2006年1月30日、バージョン 1.13A のリリース。添付ファイルの処理で、バッファオーバーフローを起こし、任意のプログラムが実行させられる、脆弱性を修正。3年半ぶりの更新となった。2006年10月28日、バージョン1.13ビットのリリース。OP25 バイト対応の解説ページにのみ、掲載するという、やや隠れた形でのリリースで、 公式なリリースとしては扱っていない。2012年6月22日、JVN は作者に連絡がつかず脆弱性が放置されているソフトとして、a l メール3 2の名前と連絡不能開発者としてくれあるの名前を挙げて情報提供を求めた。2015年2月18日、バージョン 1.13D のリリース、複数の脆弱性を修正した。 9年ぶりの更新となった。1996年2月8日、フリーソフトウェア大賞を受賞。インターネットマガジン1995年2月号、インターネットマガジン1996年1月号、インターネットマガジン1996年10月号、インターネットマガジン1997年2月号。ありがとうございます。